海自潜水艦の潜水艦は原子力潜水艦を超えたとの情報をキャッチしました。今回は海上自衛隊潜水艦の潜航深度と静粛性について詳しく見ていきます。アメリカ以外の国では 300M も潜れば高性能です。日本は遥か彼方に潜水艦技術はあります。2023年現在、各国の海軍が運用を行っている潜水艦は、その用途によって大きく2つに分けられ、1つが攻撃型の潜水艦であり、もう1つが戦略型と呼ばれる核兵器を運用可能な SLBM、潜水艦発射型弾道弾を搭載するものだ。戦略型潜水艦は、核兵器の運用キャリアとして、他の航空機への搭載や地下のサイロ等よりも秘匿性と生存性の高い手段と認識されており、核兵器保有国の海軍ではその運用手法の中核を担う存在に位置づけられている。そのため戦略型潜水艦は多くの SLBM 潜水艦発射型弾道弾を搭載するべく、すべからく船体も排水量も巨大で、長期間の任務に対処するために原子力推進方式を採用しており、機動性はそこまで高くはない。これに対して攻撃型の潜水艦の役割は、敵国の潜水艦や艦艇を攻撃することに主軸が置かれており、搭載する魚雷や対艦ミサイルによってその任務を遂行する存在で、原子力推進と通常動力の両方が建造されている。ただし、攻撃型の潜水艦といっても、アメリカのバージニア級が、そうであるように、通常の魚雷発射艦以外に、専用のトマホーク巡航ミサイル用の VLS、垂直発射艦を12機も搭載するタイプもあり、強力な対地攻撃能力も併せ持っている。近年では、オーストラリア海軍が、新たに、アメリカ・イギリスとの間に締結した軍事同盟、オーカスに基づき、バージニア級を最大で5隻、アメリカから調達する予定であることが判明し、その後、イギリスの支援を受けて、新造を行う方向となった。この新造される攻撃型原子力潜水艦は、軍事同盟の名称からオーカス級を称することが決定されたが、イギリスの攻撃型原子力潜水艦は、VLS、垂直発射艦は装備していないため、バージニア級と同様な構成を採用するのか否かが注目される。個人的には、オーストラリアが原子力潜水艦の調達へと舵を切った理由は、南シナ海における中国に対する牽制が最大の理由であるため、対地攻撃兵装の充実は必須で、VLS。垂直発射艦を装備する形式になるのではないかと想像している。日本ですら、これまでは 533mm 魚雷発射艦6門を装備する攻撃型潜水艦によって22隻体制という形をとってきたが、ここに来て VLS 垂直発射艦を装備する実験艦の建造を打ち出しているので、その傾向はしばらく続くのだろう。さて、攻撃型潜水艦といえば、少し前までは相手の潜水艦よりもより深く潜航し、攻撃における有利なポジションをその潜航深度によって実現しようとする戦術や、それに基づく建造コンセプトが多かったように思う。その代表例ともいえる攻撃型潜水艦が、アメリカ海軍の原子力潜水艦たるシーウルフ級であり、旧ソ連との冷戦末期である1980年代に開発が開始され、そのコンセプトは全ての性能で旧ソ連の潜水艦を上回ることであった。シーウルフ級は水上排水量7460トン、水中排水量9150トン、全長 107.6 メートル、全幅 12.0 メートル、
喫水 10.67 メートルの艦隊に、最大出力5万2000馬力を発生させる原子炉1基を搭載し、水中の最大速力も35ノット以上とされている。さらに、シーウルフ級は、攻撃型潜水艦としては、現時点でも世界最高と考えられる、潜航深度600メートル以上を誇ると目されており、兵装には、VLS、垂直発射艦は装備しない代わりに、通常より、大型の 660mm 魚雷発射艦8門を搭載している。この 660mm 魚雷発射艦8門からは、最大で53基分の MK48 超魚雷、ハープーン巡航ミサイル、トマホーク巡航ミサイル等各種兵装を運用できるようになっており、まさに最強の攻撃型潜水艦と呼ぶにふさわしいスペックを達成していた。アメリカ海軍がシーウルフ級で対峙する具体的な目標としたのは、まず旧ソ連のアクラ型攻撃型潜水艦であり、自軍がそれまで配備していたロスアンゼルス級と同等の静粛性を持つとされた同艦への対処であった。そしてもう一つが旧ソ連海軍の戦略型潜水艦であるデルタ型の存在であり、同艦には R-29 ビソタという射程距離が 6000km を優に超える弾道弾が搭載されており、同艦を排除することがシーウルフ級に求められた。これら旧ソ連の潜水艦の性能をあらゆる点で上回るために、シーウルフ級には静粛性、氷海域での行動性、高い攻撃力が施行され、ことに潜航深度を上げるために、艦隊には、高張力鋼である HY-110 が用いられ、同600メートル以上を実現したという。本来、潜水艦の最大潜航深度は、その能力を示す大きなバロメーターの一つであり、この600メートル以上と目されるシーウルフ級の数値も推定値ではあるものの、素材に使用された高張力鋼の HY-110 の耐性から類推された形だ。こうした推定値ではなく、最大潜航深度がある程度公に公表されている例としては、当該の潜水艦を製品として製造国が他国に輸出を行うに際して開示しているものがあり、西側諸国ではドイツの潜水艦がこれに該当している。ドイツでは通常動力型潜水艦の209型や214型を海外へと輸出しており、購入希望国に目安として示すためにその数値を公表しており、最大潜航深度は前者がおよそ300メートル、後者でおよそ400メートルとされている。韓国の潜水艦はこれらドイツの209型や214型を基本としてライセンス生産等で技術を習得したものであるため、おそらくこれらにプラスアルファの潜航深度であろうと推察することが一般的な見方となっている。また中国は通常動力型と原子力推進型の両方の潜水艦を保有運用しているが、いずれも旧ソ連、現ロシアから調達した技術をもとに自国建造を行っており、その流れを汲む潜水艦だと見て大きな間違いではないだろう。中国海軍は通常動力型の攻撃型潜水艦として039A型総型潜水艦を2006年から就役させており、同艦は基準排水量が2000トン、水中排水量が2400トン、全長が 72.0 メートル、全幅が 8.4 メートル、喫水が 5.5 メートルの艦隊を持つ。この 039A型総型潜水艦、排水量の規模から見れば日本の太平洋型等の最新の艦と比しておよそ半分強の大きさとめされるが、ドイツと同様に国外にも輸出をしており、タイやパキスタンが調達契約を交わしている。
しかし、余談だが、タイが中国と交わした039A 型総型潜水艦の輸出契約では、搭載する機関部には、ドイツ製とすることが盛り込まれていたため、その供給を、ドイツ側が EU 内の中国への武器禁輸措置によって拒んだことで、キャンセルになる見込みだ。ただし、中国側は、それが決まった2022年4月以前には、さらに、他国にも、039A 型総型潜水艦の輸出を推進していたため、海外の兵器商等には S20 として出品しており、それらでは、潜航深度をおよそ300メートルと説明していた。こうしたドイツの209型や214型や、中国の 039A 型総型潜水艦の輸出用に公表された潜航深度を勘案してみると、最大でもおよそ400メートルという数値だと言えるが、日本の大鋭型等の潜水艦は、中国のメディア等でも、それを上回るとの見方も多い。そうしたことからも、海上自衛隊の大鋭型の潜航深度は、500メートル以上ではないかと推察する向きが、大勢を占めているが、今現在新型になるにつれて、潜航深度も、さらに上回るように建造されているとは考えづらい。例えば、前述したアメリカのシーウルフ級は、間違いなく、すべての面において、世界で最高の性能を示したものの、旧ソ連の崩壊という冷戦体制の終焉によって、その建造コストの高額さが問題となり、たった3隻しか作られなかった。そして、その後継艦となった現行のバージニア級は、シーウルフ級の行き過ぎた高性能を、あえて 25% ほど引き下げる代わりに、建造コストを抑えることを掲げ、結果的に、総数66隻もの大量建造が行われる見込みである。